はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の荒川修一です。これより、皆さんに新しく提供することになった講座、上にタイトル出てますけれども、主要雛形を30日間で完成できる記述対策、1日30分雛形コンプリート講座についてご説明をさせていただきたいと思います。はい、この講座なんですが、本当に簡単に言うと、どうやって皆さんに雛形を覚えてもらおうかなっていうのを、考えていた時に、ちょっと今回は30分という短い時間に、設定して、皆さんにこう学習効果を高めてもらおうということで設計した講座になります。なかなか雛形ってこう覚えるのがすごくこう苦痛というかね、こうなかなかこう時間を取ってきっちりやることができない、でもやらなきゃいけないということで、皆さんどうやって対策しようかなって悩んでると思うんですけども、そのペースメーカーになれればいいなということで、30分だけ1日お時間をいただいて、それを30日間聞いていただくことで、主要な雛形、これをね、不動産登記表についても、30分 ×30日、商業登記表についても同じく30分 ×30日、これを、クリアしていただくことで、主要な雛形を皆さんの中で見ていただくこともできますし、確認してマスターするため の、やり方も身につくということで、隙間時間を使いながら進める、こんなコンセプトで設計しています。ということで、あとはなぜこの雛形を頑張って皆さんにやっていただきたいか、次はこの説明をしていきたいと思います。はい、ということで、パンフレット冒頭のところに少し説明を入れておいたんですけれども、今まで皆さんにこう記述対策をやってねって話をすると、雛形だけ覚えてたら全然そんなの足りないよって、ちゃんと解き方、解法を身につけなければいけないよっていう形で説明を受けていた方が多いんじゃないかなと思います。確かに解法、解き方をしっかり覚えていくことはすごく大事なんです。その辺ね、こう書いてあるんですけれども、ただ最後、出口、回答を書くときにどういう書き方をしなければいけないかというところで、必ず雛形に沿った記載をするということが、どうしても、得点をしっかり取るためには求められてきてしまうんです。また最近の記述式問題を見ていますと、どちらかというと事例自体にひねりが加えられているというよりは、その検討した結果をしっかり回答として雛形に沿って書けるか、このあたりにもこう力点が置かれているように見えますので、皆さんは解法をしっかり身につけるとともに、やっぱりその皆さんが考えた答えをちゃんと得点がつく形で回答用紙に書いていくテクニック、スキル、こういったことも身につけていく必要があるわけです。ただ冒頭でも説明した通り、やはり雛形学習だけに時間を費やすというのは時間的にももったいないですし、またちょっとね辛いなというところありますから、ここはやっぱり短く1日30分ということで、薄く長く皆さんと一緒に学習をしていきたいと思ってこの講座を作っております。ご興味持たれた方はぜひパンフレット等をお手に取っていただいて、説明等ね聞いていただければと思います。ということで、皆さんと一緒にね、こう薄く長くやっていく形で雛形学習をお手伝いしていきたいと思っておりますので、ぜひ一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。